甲子園出てない組野手ドラフト候補厳選スペシャル一発。フェードロー野球チャンネル。慶応はベンチでやってたらしいからね。ああ、デスダッシュ、デスダッシュ。山田さん、モンデルさん、はい、今日出てない組の野手ということなんですけども、いや、これも長くなるんじゃないか。じゃあ厳選しました。え、10名。お、ピッチャーより頑張った。ピッチャーは13人いたんで、ピッチャーよりはそう3人か厳選したね。なるほど。あ、行きましょうか。早速行っちゃおう。キャッチャーが意外とね、いる。そうなのよ。そうだよね。あ、キャッチャーいいよ。いいよね。いいよ。まず1人目、うん、北から行きます。今回も氷見高校、青野くん。これはどうなるかっていうね。180cm 80kg、右投げ右打ちですけども、マックス145kg 投げる。そうね、これは二刀流ね、うん、ピッチャーもやるよと、うん、ただ、本人は野手としてプロ志望を表明しました。あ、うん、なのでキャッチャーね、二塁送球 1.87 っていうとおり、高校通算23本ですけども、うん、スイングスピードが153キロ。あれ、新妻君より速いぞ。新妻君より速いんだよね、実は。なので野手としてね、今回、プロ志望しましたから、そうか、このキャッチャー枠、やっぱり高校生のキャッチャーといえばドラフト4位からドドドッと。ああ、ほんとドラフト4位と書いて高卒キャッチャーなんですよね、うん、だ3位だと出し抜けるよっていうライン。続いて2人目、常葉菊川、鈴木くんと。ああ、いいね。鈴木京くん、かなうと書いて京と言います。180cm78kg、右投げ右打ちですけども、うん、二塁送球は 1.84 と青野くんより若干速いね、先ほどね。7月25日楽天、山田スカウト。肩も強く、球を取ってからの速さもある。将来的に正捕手となる要素をいくつも兼ね備えていると。しかも鈴木君はキャプテン、うん、でキャプテンシーもね、非常にこの楽天とか勝ってる。お、うん、なのでまあプロ野球選手向きの選手っていうスカウトの評価なんだよね、鈴木君は。そして3人目、うん、報徳学園、堀君と。179cm79kg、うん、二塁送球は 1.81。高卒でやっぱ一番かな、堀君はね。もっと1秒切るぐらいかなと思ったけど。いや、どんだけ早いのよ。高校通算は14発。ね。7月19日、中日松永スカウト。肩は一級品。捕手を早めに抑えたい球団は上位指名もと。まあまああるね。ね。いう評価ですよね。うん、これはまあ、守備で言ったらやっぱり堀君は、高校生でトップクラス。よかった。ということなんで、これはまあ、指名されるでしょう。うん。うん、本人もプロ志望出してますね、うん。続いて4人目、うん、明徳義塾、寺地くんね。もう今な、これはアンダー18ですよ。 177cm77kg、右投げ左打ちですけども、まあ捕手とサードもね、うん、ずっと守ってたというところなんですけど、8球団、視察来てます。あ、これ打撃の評価が高いね、プロは、うん。阪神、山本スカウト。無理に逆らわず広角にも綺麗に打てているという評価なんですけど、まあこれアンダー18での活躍、まあまぶっちゃんの秘蔵っ子ですから、練習試合ではいい打順打ってますよね。そうだよね、うん、このアンダー18の活躍がこの選手は肝になるかなというふうに見てます。キャッチャーは以上4名。あ、意外といるなって僕は思いましたね、これ。まあ、他にもまだいるからな。そうだよね、結構豊作なんだよな。うん、実はね、うん。続いては内野手組ですね、うん。1人目、花咲徳栄、小野くんと。ああ、ジュニアね。これはね、そうですね。180cm86kg、右投げ右打ち、サードの選手ですね。うん、これは何を隠そう、ドラマティックな、うん、横浜高校から転入してきたという形ですけども、うん、高校通算16本、DeNA の川野スカウト。スイングに力があって打球が速い。1月から担当しているが、バッティングも守備もすごく良くなってると。あ、これ伸びてる選手の枠だよね。まあ小野くんはアンダー18じゃないですけど、うん、高校通算も決してね、多い数字じゃないんだけど、まあ1年のブランクがあるっていうのと、うん、まああとこうやって最後のこの1年で伸びたっていうね、うん、この評価取る球団あるんじゃないかなと。いや、あるよ。ああいう評価で今回紹介させていただきました。2人目、日大藤沢、田上君。ああ、いいね。ね、来ましたね。182cm81kg、ショート、大型ショートですよ。50m も6秒3、高校通算11発、うん。プロ6球団8名が視察に来てます、最後の大会は。DeNA、稲峰スカウト。右打ちで打てる内野手は貴重。バッティングが伸びていく期待を感じると、うん、大型ショートっていうのもあってね、ここからプロ入ってから、まあ、坂本選手みたいな評価かな。うん、この子は伸びるんじゃないかっていう評価が
あったんで、この子もプロ志望すれば、うん、大いにあるかなと、うん、大型ショート枠、続いて3人目京都翔英、小笠原くんね。あ、ありがとうなと。ああ、これはモンリストか。膝っこだからね。膝っこだよね。180センチ96キロ、対右投げ左打ち。ただポジションはファーストかな。そうだね。ね、50m6秒8、高校通算29発、うん、野手でプロ志望と、うん、うん、投げてもそうだね、すごい、6球団視察来てます。巨人桜井スカウト、体ががっちりしているけど柔らかさがある。あ、これはモンデさんが言った柔らか組ですね。柔らか組だね柔らかい、やっぱ柔らかいっていう評価って結構高いよね、まあ、なんかプロから見ると、ね、うん、なんでね、この小笠原くん、まあ、プロに入って、うん、しっかりさらにパワーつければ、うん、通用するっていう評価なんじゃないかなと。でかいからな。そうなんだよね、その今でもね、うん、うん、続いて内野手4人目、鹿児島城西明星くん。まあ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 、投げてはマックス152キロと、50m6秒7、高校通算49発、野手でプロ1本と、力強い本人のコメントもあります。オリックス島田スカウト、パワーがあってバットを振れる右の強打者。まあやっぱり明星君はね、難しい。100回シミュレーションしたら、はい、32回1位入ってくるシミュレーション的にはそのぐらいの選手あるよな。右のやっぱスラッガータイプっていうことで、そうなんだよ、これはね、職種伸ばしてくる球団確実ある、うん、これ何位か、うん、絶妙だね。確かに100回やったら32回いや、ほんと32回なんだよ31回でも33回でもないないんだよね、ほんとに不思議と。あと2人ですね、うん、外野1人目、前橋工業星野くん、うんうん、182センチ84キロ、右投げ右打ち、外野手、50m6秒2、高校通算16発、うん、プロ志望もしました、うん、で、大会には11球団来てますよね。昨年右肘の手術があったんですけど、それも復活しまして、うん、その大会の評価ですね。オリックス牧野スカウト、右の外野手で長打が打てる、守備走塁の意識も高いと。あ、やっぱり高校生でこういう選手いるとな、魅力的だよな。いいな。右でスラッガータイプの外野手、うん、これは欲しい球団は当然あるよねと、いうことで、まあこれはモンリストからちょっと拝借しましたんで、あー、ほんと、あ、星野くんはやっぱり外せなかった。言えよちゃんとなあ、僕は勝手に共有してるもんだと思いましたけど、あ、遊びじゃないから。あ、一応遊びじゃねえんだよ、勝手に使うんじゃねえよちょっと言えよ。僕できないですけど、そうしたドラフト会モンリストか、いや、だから全選手言えよ。あ、そうですね、そうですね、これいちいち言ってますけど、全選手モンリストなんだからと。そうだよ最後12名、はい、水戸谷高校高野くんと。島根かな、島根かな、ね、うん、176センチ90キロ、うん、右投げ右打ち、三塁手と外野手をやるんですよ、うん、貴重よね、強打だな、ね、50m6秒1、うん、高校通算29発、うん、スイングスピードは153キロと、プロ8球団見に来てます。ロッテ黒木スカウト、迷いなく打っている巨人浅野のようなタイプという評価ですよ。スーパールーキーだとえか。ああ、スーパールーキーだとえです。どうなんだろうなそれ。いやー、これね、まあ僕が思ったのは、まあプロがしっかり見に来てるっていうのと、うん、まああとこのスイングスピードよね、うん、うん、これはもう裏切らないですから、うん、このあたりの数字で、あとサードと外野を守れる右打ち、うん、これはプロの職種が伸びる可能性ちょっと高いなと、うん、いうところで今回ね、紹介させていただきました。うん、以上ね、10名、うん、やっぱり楽しみな上位候補もいるし、うん、あ、プロに入ってから楽しみだなっていう選手もね、やっぱりしっかりいるっていう感じでした ね、 いるね。まああと尾形くん、うん、仙台系の尾形くんで進学希望したんで、うん、これちょっとキャッチャーの構図もちょっと変わってくるなっていうのは改めて思いましたね、やってて。なるほど、うん、はい、ということで海田さんが甲子園出てない組野手をまとめてくれました。はい、皆様のコメントチャンネル登録お願いします。はい、お願いします。また視聴しましょう。失礼します。ありがとうございました。ちょっと変な感じになった最後失礼しますって言っちゃった面接かよ。あえいかんはフェドローに輝く語呂ある。チャンネル登録お願いします。